はい、というわけでやるよ、今回もサビクシャから。サビちょっと武器を、装備を、サビクシャのために俺は不発装備を。お、ただ気絶がなくなったんで負け濃厚です。そして風圧の無力さを知るがいい。ダメなの、黒くなったらダメ。ああ、あれ流風圧っぽい。流風圧の子はないんやね、未だに。頑張って毒にしてね。毒にしてね。俺毒にするよ、まあいいや。え、古文書7個だと何が出たの？何やったっけ、極限ラージャン。戦った。いや、尻尾を巻いて逃げたというんだな。そうです。もう普通のラージャンでもアヒー、あの3回バウンド攻撃でもトラウマほどない。うん、しれっと1回狙って落ちてきてるっていう。ちゃんとね、もう兄ちゃんのね、忘れた頃にラージャンの動画をぼかすね。ちょっと卑怯に10回再生しておいて。卑怯でしょ、俺がすげえ視覚外から薬飲もうとしてたら潰れて死んでる。うん。いや、見てない。見てない、そこは見てない、ほら。再生だけして見らずにモンハンやってるっていうね。空再生。いや、それで増えるもんかなと。増えるんじゃない？まる、見えないからね、はっきりとは。準備長いね。うん、不安。俺も毒アーマーにすればよかったな。毒ないんだよね、俺。あら、これか。間違って無属性できちゃってもいいか。アーティラート作ってみたけど、なんか、うん、作ろうとしたんだけど、なんか全然なんかピンとこなくて、そのリセットをした。意味がわからん。なんか1500でキレアであんまり倒したことない。なんかアーティラート昔もっと強かったイメージあったけど、これじゃない、これじゃねえなと思って、そのままリセットして、作ったことなしにした。ああ悪い、そういうお話だったのさ。ね、また意外と大地をガツツのみたいなの持ってなかった。あ、ムービーあるじゃん。あれ？いやー、ここは寒いな。寒いの。忘れちゃったな。ここは雪。おい、アフロ出てんぞ。それわしんじゃ。俺リーゼント出てるぞ。アフロ白くしたかったな、この時。いやー、冷えましたみたいな。一日で回復ここまでなるような経験を。ウカも使い回しなのに、サビクシャワンだ。これなんか発音死んだくさいね。ああ。うん。ああ。キャンプ地から。うん。全員キャンプ地から。なんかすげえ嫌な予感。こんな強いの。俺一回野良でったら西下。ええー。あらら。お荷物さん。うん。逃げ回るだけ。フンジーの本領発揮だね。そうだね。いや、戦わせられるんだな。あ、罠だ。ああ。あのでかい竜、でかいその場に起こる竜巻は食らったら多分10割。ああね、でもあれしょうがねえだろ、だって勝手に来るんだから。しかもえらい長いからさ。ちょ待て、勝てえぞ。うん、勝てえな。白で弾かれたぞ。聞いてないよ。足は大丈夫っぽいよ。いや、あ、そう、前足が、うん、後ろ、うん、前足も飛ばすね。左足が、これはきつい。これきつい。強敵。サビクシャ装備ねえんだよな。お、ナイス。あるよ、あるよ、あるの。ください。うん、確かあったはずよ。しかも確かこの杖、うん、そう、ザビー。ちょっと心配です。
何何何何これ、ドスンドスンドスン、うわはははは、食らった、ちょっと待って、いやあ、これがやばいやつや、確か、ちょっと待てよ、ナマジガードしたらずっと横に、真横にあるから食らってもって死ぬ、ハゲ散らしてんな、ハゲ散らかしてんな、ピピピピ死ぬ、外した、外した、当たんないよ、オーラに押されてるってさ、クソか、山クソみたいな、ナイス毒だ、すごいすごいすごい、あとドスン、あとスンみたいな、新技やな、びっくりして食らってしまう、よいしょ、あ、落ちちゃった、おお、ちょっとそうそう、なんかかなり閃光玉がやりにくい、見え見え見え味方を、主に味方に、後ろ足硬いっすよ、じゃあ前足か、錆びてるのが硬い、どういうことよ、錆びてる方じゃない、長い方これ。長い。名づちのあの悲しさったらない。あとすん。ねえ、ちょっとうっちゃんっぽいね。そうそう。番長みたいな。スポーツ番長。あとすん。あとすん。あとすん。なんでこの、この重量級、やっぱ錆びてるから。動き悪いから。全部錆びてる。全部錆びてるから、実はやばい。目の腕も錆びついているぜ。いやー、目が目がうまいことっていうか、なんちゅうことを言おるんやみたいな、硬い、あー硬い、硬いな、硬いみたいなもんだ、やばい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 バイヤーこれバイヤーバイヤーあっあっほらほらナイスバイヤーバイヤー、バーミヤン行ったことある、あ、乗った、あるよ、えらい、でも潰れちゃったからね、前あったよ、ギト味がギトギトらしい、へえ。お好きで、うん、どこやった、どこに頭落とすんやこれ、行きますよ、あ、落ちた、あ行きますよ、落ちてきた、え、になるな、飛ばした方がいい、ね、あそっか、まあまあまあ、今回飛ばしてもむしろ OK なんやろな、飛ばすじゃん、おっ、ちょちょちょ、ドスン強いな、ドスン強いのちょっと防御力上げたんやけどな、羽が遠い、いつも俺羽側なんだよ、頭に羽側ターン、よいしょー、ドスン違うし気に入ってるやん、すんやっとすんちょっと硬いぞひぃ毒長えな、いいね、毒、毒でしか殺せねえんだよ、ああおいぃどうすん、早っ早いよ、なんか今ポコンって言ったんだけど、ダウンロード、あ、そっか、びっくりした、鉄道のあれかと思ったよ、まだすぐにうえっ直撃それロングカブキーの方やろこれがいいよ、もう死なねえかな、クレ556がいるみたい、おクレ556、2発で死ぬとかね、2秒、2秒ぐらいシャーってやった、シャーってってれスプレー属性クレ556あるでしょ
除菌対策にもバッチリです。リセッション、うわお、あ、どっそ強い。あら、あ、黒くなったで。どう風がすか、これが。いやお、早く得しろよ。危ない。プシャー、あー、結局だ。毒舌的なね。くらえ。悪魔おる。え、毒になってんじゃん。あー、やばい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 。バイヤー。バイヤー。おい、来た。おい。ドイヒーと同じぐらい。あ、ちょちょちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。死んだかも。あ、よかった。これだけじゃない。オイル。うわあ、俺の得意技の下からただ殴るだけが封じられた。飛んでても弾かれる。足殴れないやじゃないの。あ、怖い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 。あ、ちょ、俺本気より。うわ、噛まれた。もう動かないなら動かないでほしいね。竜巻やん、どっちよ。竜巻ですやん、もうこれ。竜巻ですやん。どうした？乗った。先ほどした。できるかな？やるー。先乗れなかった。スタミナが。あ、ギリギリいった。美味しくてせいせい。しかも埋まった。鉄壁努力が鉄壁の守りをこの頭どうすればいいって。よっしゃ、硬いな。カッチカチやぞ。あ、でも確かに私の調べたところによると、このあれでしょ、クエスト報酬に大砲撃の可能性が。よーし、全軍突撃。一夜にして壊滅いたしました。あの、そうそうが梅の実があるぞぐらいの、あの、あ、黒くなったね。うわー、ジャンプ中もジャンプも押し戻す、素晴らしい。メガメガスマッシャーの発明来。おお、虫が、あ、惜しい。虫が出て倒れるけど、虫虫が KO しよう。総中根でスタンができそうだったね。おお、見えんぞ。心の目で見るのじゃ。アドバイス。生地目を頼る、見て見ようとしちゃいけ。なんかもう普通の仕事のシーン、モンニャンタイみたいな、その際にね、仕事行ってきます。うんうんうんって戻ってきて、もう始めてる。何？ああ、ちょっと危ない危ない危ない。やばいやばい、俺もだ。ごべー、あー、助かった。ダブル竜巻や、おーよ、お前、そのデスレインボーみたいな渡してる。ダウンに釣られてしもうた。ちょっと落とし物でもあった。いや、ダウンしてたから頭狙いに行ったら引っかかったな。うん、ジャンプ攻撃が風圧で封じられてしまった。ほほほほ、踊り玉もいった。
一発で死ぬな。あ、危ない、危ない、危ない。うわあ。いや、バカこいつこいつ、バカが、あわ、危な。なんで生きたんだろう、あれ食らってるはずなんだけど。何を言う、お主はすでに死んでおる。で、早く死ぬとこだったぞ。ちょっと首ない。うん。なんで俺がいるんだっていう。黒い竜巻、あの人ね。竜巻発音と超知れっていう。じわじわと。タチ悪いな。もう超ゴリ。操作できた面白いね。ハンゲリングビーム。止まらねえ。よっしゃ。おお、二回あるんだよな、そうだよな、そうですね。ブラック。RX。黒いボディだね。うん。目は真っ赤じゃないみたいだね。ロボ車だね。わお、メガ。え、マジでやりにくくなったな。動いてます。うん。ちょっと黒。こっちか。メガ。メガ。敵から多分さ、まだ出てねえやろな。心眼が欲しい。心眼が欲しい。あげない。ください。あ、ドアミドアみたいな歌になって、カウカウみたいな流れ。あげます。ください。ああ、死にます。死んじゃいやよ。サミダがまた。あ、俺見てる。あおー。おう、研ぎたいの。もうほんと、ひょうが降りまくり、つらい。カラさんの呪文に小屋置いてたら、コサクと寄ってこないとかねえか。むしろ、空の匂い嗅いで死ぬとかね。ちゅうか、この煙に小屋投げつけたら、あの、混ざって死ぬとかないか。ああ、僕の竜巻になんてことを、死ぬと。また俺か、うわ、そんな攻め方は見えてないだろう、角度的に俺の場所に。取ったんよ。よいしょ。よいしょよいしょ。あー、ちょ、危ない。死ぬとこやった。またかーい。ほんとね、一回トグを這いだいて、相手2手動いてるような、そっち攻めてこっち来てる。おー。さすが、大魔王バーン。大魔王バーン、イエース。アマンスラッシュを早く。早く。ペイント。じゃあこれ一エリア？一エリアやろ。あの、あ、カムさんか。カムさんのところか。なんだ、エリチンネイのか。逆にね。逆に死んじゃい。仕切り直せねえんだな、だから。うん。命がいるんだね。よっ、あー飛んでねえ。黒竜巻の時に天候取っといてもいいね。チャンスくれ。はい、いつか。吠える癖は治ってないから、そこを攻めたいな。ガオ、あんまりやんないからな。ガオ。あ、ちょ。ガオ。あ、チャンス。またクレ556刺さない。よっしゃ。ガオ。
はやっ、何の殴り、あ顔を背けた。つかつか、ダメだ、ちょい、あ、やばい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 、あーごめん、また西伝説おーたまらんわ、三種伝説は続くよ、まだわしの三種伝説は続くんじゃもうちょっとだけ続くんじゃ、わしの三種伝説は。本当くしゃはなんか いかんな、耐性がないんで氷とか、でも死ぬ、俺も半分以上減ってるから追撃で死ぬもん。いや、うん、氷耐性は低いよ、こらはははは、ティカだからしょうがあるめ、私はやめないよ神様が許しても、うん、あ、やばいやばい、よし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 、あ、はい、どうあっち行け、あっち、あっち向け、あっち行け、あっち行け、あっち行け、よし、竜巻来てる、もう分からん、まあ声だったりだ、黒くなった、また黒くなった、全然まだ真っ只中やんか、あーこれようぎゃー、あれでダメ、ほんと難しくなったな、びっくりした、でも毒、これ徹底的に毒にしないとやべえな、あ全員毒、えらい、お、乗った、えらい、ちょっと大竜巻近づいてた、大竜巻で発動しんのどうしようこれでハメもいいとこや、当たりやがって、うん、乗ったら負けかくってことで行くよ、俺たちも励ますことぐらいしかできない、うん、降りろ降りろ降りろ、失敗して失敗して、うわあ、当たらん、あれ、あ、呆れられた、お前らうんこすぎやでっていうやつやな、そうやな、おかーって見届ける、入っていった、てか俺も毒ハンマーやったな、これ毒やな、ほんと毒語、毒で何か動きを止めまくらんと痛み分けだな、毒双剣クリアしたけど、クリアことにしたことになるの条件、うん、なってるやろ、よし勝利一生ゼロ敗とか言うと、ね、ゼロゼロ、うん、でもやっぱ交流だよね、素材サビのやつじゃないの、ああ、いや、サビのやつちょっと名前違うくない、あれ、まあ、いいや、勝った、勝ちは勝ち、勝ちは勝ちだよ、
テオとサビクシャ。何これ、なんかいいことあんの。俺が聞いてよ。テオ、テオさん。あ、またブツブツブツって言い始めた。出ないときは出ないか。テンポがなんか電話のプー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 に近いんだよ。俺やっぱ扇風機の音聞こえんだよな。もう止まるんだよ。これはもう。お。トリデンのやつ全部制覇したらいいことあんのかな。ああ、そういうのあるかもね。立ちの悪い人がヘイとか言って全くもうその準備をしてこない、うん、で何しましょう。爆弾やる。いらない。乗って降りた後じゃあ頑張ろう。さっき両撃刺さったわ、ブスーって。なづち撃ったのってぐらい刺さってない。下からだとあの罠臭いんでうまくこう突進してくれないといけないんですよ。来い。おお、ナイス。シェイハー。おいし。おい。お、もう翼壊れてんじゃん。やる？うん。暑い。あ、もう爆弾置いていいのか。暑い。そうよ、下に爆弾置いとけんだよ。ここ？真下でいい。あ、間違えた。上左右に動かねえから。暑い。お、バカ。あ、暑い。暑い。なんで？よいしょ。はい、はい、よいしょ。すげえ理想通りの攻めだな、これ。最初ちょうど事故は多発だな。うん、あと爆発来そうな、この調子に乗ってると。当たる？あれ当たらない。ああ、拾ってすいませんでしたとか。死ぬんじゃない？俺死んでないんじゃない？これありがとうよ。虫飛ぶの遅えな。今のあたりはおかしいやろ。うえ。
やるじゃない。危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、俺ギリ生きてたけど。やっちまった、忘れてた。ああ、ピョってる。一応ピョリ確定です。ああ、向こうがないとダメなんや。そう。今回向こう。ああ、忘れてた。めっちゃかかと殴れるけん、もう忘れてしまった。このパターン、いつになったら覚えられるのか。俺はもう相当逃げた。そうや、俺も正解です。なんかすげえいい感じの時こそ危険っていうのをね、こう。うん、非耐性のおかげかな、なんとか耐えれた。非耐性つけてたんだね。ああ、でも死ぬんや。そうです。得意をしてたんだよ、非耐性。でも死ぬんや。神よ、後ろ、後ろか、どりでどんだけ距離広げてもあれが。おちょ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 い、すげえバックハンを連発してる。ああ死ぬかも。完璧殺しって。でってれー、びっくりした。早く火吐きなさいよ、安らぎの続きが欲しい。うん、よしスタート。これ味締めたら爆発するかもしんねえから、ちょっとなちょっと悩みどころやな。お、尻尾切り。ちょっと痛い。大丈夫か。ああ、よかった。エルチェン、エルチェン。いやいや、落とし物ね。この時チラチラあの火薬が舞うからわかる。あ、すんない。こういうとこはえらい詳しいのに爆破未だに食らうってこう。いやもう罪だからさ、もう近くにいた時点であの爆破されるとき。構えちゃった。もう武器出してたらもうダメだよ。もうアウト。ああ。ガード強化とかでギリなんかな。どうなんの？ガードできんのかなあれ。ガード強化つけてもダメなやつダメなの？ダメなやつダメだよ。ああ。厳しそうやな。だってガードできたらあのゴグマのレーダー死なないって感じ。ああ。こっちから行った方が早そう。ガードできたらすげえ強いと思うよ。ランスとかつくだけでいいんじゃねえの。テオの調子封じられる時点に。負けないって大事だね。根性がいる。根性か。いらないと思ってたけどな、今回。いやー前でー、何やこの全開やな。あま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 あダブルダブル KO。これよ、うん、無理やなこれ。無理無理無理。だからもうちょんちょんって積んで爆発するの一回待たんといかんちゃう。それちょっと試合になんねえんだけど、しょうがねえ。あ、ゴリゴリでもなかったけど、そうそうそう。
や、だからなんか一回爆破するの、ま、街に入った方がいいんだよね。消防局的だけど連チャンはしないっていうだけだな。一人で1回ぐらいな感じなんや。いや2回する。そう普通エリチェン時するんだけど2回あるよ、逃げ場所なかったら。やるやんけ。意外的な。あいついなくなった。クシャになった。変わるんや。クシャル？うん。じゃあ着替えてきません。あ、まひ、まひはいいのか。違う的な。それは可能性あるね。なんかどこかで、うん、サインがあるかもしれんな。毛が逆立ってるとかさ。うん。深爪してるとかさ。勝てるんじゃない？その頃は。にいたも爆発し。あ、深爪って。こかせれそうっていう時に4人がかりで突っ込んだらもう終わったりするから、ね、普通なら絶対行けタイミングだけどな。誰かが突かないとあれは出さねえからさ。ガンナーってこと？いやガンナーだと多分出さないでしょ。だって距離外だから。殴らないと巻き込まないからさ。あ、わかった、書いとった。あら、深爪？深爪は深爪と深爪でも深爪で見りゃいいじゃん。今日なんだったねえ、怒って100秒後ってああ、そういうこと。あれ、エリチェンして怒ったか。まあ、あのもうターボモード入ったら危ねえんやろな。怒って、なんか怒った時なんか独特な音が鳴るって書いてある。音あんま聞かねえからな。怒ってガオーンつって火が出るのは怒りじゃないの？あの火の方いっぱいついて、ね、あと100数えてみるわ今度。じゃあまあ最初の30分ぐらいはいいやろうけどね。途中から逃げて100数えるでかで、怒り中に眠らせか乗ると解除、怒り解除。乗りだね。乗り、うん、睡眠はちょっと難しいですね。そこであのゴグマのね、根性もダメって書いてあった。ええ、ダメだ。なんか根性で1ミリ残るけど、その1ミリを地形ダメージで減らされるって。あ、近くにいるからな。そうそう、はいはい。キャバった途端削られるみたいな、火の粉で。お待たせ。ああ、根性殺しもちゃんと考えた上での。ひどい。もう100秒ルールが分かったからさ。要するにあのちゃんとクッキングタイマー持ってきた今のうちに。なんか1時55分チーンボカまだ時間あるよとか。そうかまだ俺のラーメン芯硬いよとか。死んだ人が飛躍飲むみたいな。うん、置いとこ。あれ、1個ないとか言い始める。そうそうそう。誰が1個持っていったやつ。1個なくなってますよ。もうないですやん。誰か誘って、くしゃ。行ってきまーす。よし、来た。あ、ちょっと。下から見えるよね。合図よろ。
突っ込むよ、最初初手と死んだよ。あ、もうサビクシャだから翼壊れてんのか。危ない。よっしゃ、はい、よいしょ、ガランチョ。おお、落ちた。ナイス、勝った。はい、爆弾はないんだっけ今回。このパターン、このパターン、爆死パターン。うん、さあテオのボンバーマンみたいな気がするんだけど。もう半ミニゲーム。はい、落ちるよ、もうそろそろ。はい、いい、よいしょ。爆発しない交流などもただの雑魚に等しい。100秒後どう、早くね。あ、さっきの続きだね。あ、液体の続き、あいつか。うん、この傷は、あ、そう、確かにドスンモードなの。ドスン、ドスン兄ちゃんだから。うん、そういうこと、そういうことか、よかったね。確かに羽傷ついとったもんな、入った時。うん、いや、だからサビクシャって傷ついとるんやと思ってしまったけど、そうじゃないってことか。あいつか、にしたか、あの時のあいつ。ここであったら100年目ってことだな。だな、ちょっと負けもあるってことだな。うん、あ、やっぱり。あ、そっか、近づいちゃいけないんだ。あ、こんな難しい。何もできんじゃん。おいおい、これ黒竜巻何もできんじゃん。うん。よう考えたな。消えるとき早いね。あら、あー、ごめん。なんだって。聞いてもらった。飛んでねえのに閃光使いやがったな。うん、俺の目潰しやがった。むずい。マジか。でも地上やし。まだ黒竜巻じゃないと落とさんでいいんじゃないの、後ろだし。そんな脅威じゃねえだろうし。おい、で、死んだ。おい、生きてた。生きてた。なんか言うの。大丈夫、ゲージ見とるから生きたか死んだかぐらいわかるけど。報告用ちゃいまんがな、ショックなあまり。おほー、竜巻が突っ込んできた。はぁ、あいた。前のめりすぎやろ。結構伸びるな、前に。それ突進、ただバタバタやってるだけじゃねえな。突進技なんだな。黒いね。ここで乗れたら最後。あれ？切るんだって言うの？えいって。
あ、やばい。あ、うおしかし私はもう長くないよ。あ、めっちゃみ、あ、黒いよ。よいしょー。俺の攻めのターン終了。ここで投げるしかないな。いや、ほら、ダメよ。相当厳しい。なんで今食らうの？はっ。ああ。しまった。おお。いや、バリスタいっぱい持っていけんかついて。ああ、なんか俺を蹴ってくれ。こんがり肉食っちゃった。ああ。いやあ。惜しい。だがもう手遅かったようだ。この肉はうまいな。腹の中で。ほんとね、こんがり肉のね、グラトシ携帯食料書いてくれるんだよね。食っちゃうんだよね。冷蔵庫にあるお菓子食っちゃうのと同じ論で食っちゃうんだよね、手に合う。じゃあダメじゃねえか、アイコン変えても。3人がかりでバリスタ打っちゃ死ぬだろうな。でもその時ブレス来たら避けれねえで死ぬな。うん、危ないと思う。ああ、私死にますしか言えないよ。そうだな。やっぱ謎地やりやすいんやな。謎地がね、特殊能力ないからやりやすいんだよな。爆弾どこにあったっけ？ボックスの近くじゃなかったっけ？ここあるじゃん。打ち上げたらあるじゃん。乗っかったら打ち上げ。おほー。おたらあるじゃん。これで。よーし。お前詰め。早く乗りなさい。ああ。びっくりした。あいだです。発つんだけよ、ジャストで。あら。ああ避けた。やばい。ほい。やべえ、やべえ。犯人。はい。うそん。もう違うのに当ててきた。硬いよ。あ、しまった。倒れない。おお、解除。えらい。うーん、くそー。ウープス。お。ウープス。どこにいるの？倒れそうで倒れない先やめろ。1000ポイントを消しる男たちで死ぬ男たち、スタミナがもうないね。あっつまるし、スタミナ持たない。どんだけ一直してんだよ。よいしょ。あら、あら、あららら、ちょいちょい気に召さない。ここブツブツ音がね、断続的に聞こえる、うん、
なんだろう、ヘリコプター飛んでんじゃない、近く。正解。あら、おぎりゅうぎりゅう、そう、よろしく。はいよ、タイミングよろしく。どこにいんだ今。あ、降りた。こっち、こっち。もう押すでー。なにー、ナイス。撃て撃てーと、シュンとシュン。伏兵だ、炎症みたいな。負けフラグ立てやがった。死体が強い。巨竜みたいな。わあ、でか。いない。ちょうど走った際。怖いなあ。ああ、めっちゃ、兄ちゃんとこ。近く。見ません。ああ。やり兵、弓兵の恐怖が今分かったんです。スナイパー殺されるやん、ね。あの移動交代で踏み潰しちゃいいんで、ガラ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 。そうだね。おっと失礼みたいな感じで。おっ、スタン。一方その頃。いや、当たりよ、ガコンか、当たりよ。当たりよ。うん、当たりよ。内側だと。おい、虫が乗った、虫が拾いました。おあら、ちょっと待ってよ、なんかこう、おいとか言いながら拾いに来る。えらい冷静やんか、動き。いけないよ、ちょっと人が研ぎに帰ってたら、ちょっと。あ、大砲撃てってれー。あー、この何もなかった。俺も出た。あ、俺も出た。え、嘘。うん。ありがたい。天の恵みじゃん、これ。あ、また出た。てってれー。もう俺嘘つかないと出ねえな。こっから嘘つかないと。俺嘘つかない。俺嘘つく。出た。出た。涙ながらに死ねえ。うざい。今日はいいです。ちなみに大砲撃が出た。おいしょ、おいしょ、危ない。大砲撃が出た日、あの自販機でジュースが当たった。それいい日よ、引きが良かった。うん、3%。え、近くのやつ。いやいやいや、仕事場のやつ。いや、あそこそこ当たった人いたの今まで。うん、まあまあ 4,5 人いて、で自慢しようと思ったら、あの違う機、あの違うシフトの人が1日2回当たったとですって言って泣きよった。記録更新されちゃった時。ででーんって言われた。あっさり金冠出された。うん。もう金冠出しましたよって言った瞬間、金冠出たですって言われる。僕両方金冠でしたみたいなこと言うやつ。金冠しか出ません。いや、むしろ運使い果たしてしまったですって泣いてた。もうパチンコ当たらんとです。悲しい。